お話を少し聞いてほしいんですけど、僕今ショップにこうカールのスキンとかブロックとかバーリーのスキンと今スキンのセールが来てたんですけど、その中の一つにクローのスターパワーがあったんですねと。でそれを買ってクローでバトルへ行くかっていう動画を撮ろうと思った矢先に間違えて箱を一つ開けてしまったと。それもこのちっちゃいブロッサーボックスですよ。そしたら出上がりましたね。どういうことだと。はい、よつです。アイワルです。ということで、ブロスターやるんですけど、いやーさーまあ、残念ながら取れ高がなくなったというところで、早速バトルへやるんですけども、あんまり壁がなく、クローだったら割と戦いやすいんじゃないかなと思います。ちょっとね、ぼちぼち、その、1万、もうちゃんと目指すか、という。その今、クラロワが、ちょっと殺菌5000行きまして、ちょっと一段落ついたのもありまして、そこでブロッサーもちゃんとやるかと。まだねあれなんですよ、900はいってねえの、まあ、新キャラが出てその勝手に上げてもらえるみたいなのも悪くないんですけど、まあそれだとそんなにグダッチョじゃないですかと。おいしょ、毒がいい感じに入ってるぜ。おいしょ、俺のやつを取った麦だ。おいちょいちょ、ぶねー。これあれか、スターパワーはついてるけど特になんか分かりやすいなんかモーションとかついてはないのか。なんか変わってる実は。あのブル邪魔だな、めちゃくちゃ邪魔だな。おっと、ブルに押し付けてしまおう。よかったあれ急にこっち来たりするかな。そこか、違うな、上か。よし、いい場所取ったぞ。通さねえぜ。よし、これこっちにと言わねえな。危ない危ない、危ねえじゃねえか。お、あ出たかー、ロボットいらないんじゃ、ロボットいらないんじゃ。あれどうにかなんないですか。ロボットさ差し上げたいんですけど。おいしょ、でこれを貯めて貯めて、いるの分かってんだよ、そこだろ。よしよしよし、ロボットなんとかなった。なってない、なってないよ。くそ、ロボットなんとかなったはずなのに。ああロボットが強いだけのお話でしたと。ダメだね、あのロボット HP 高げない、気のせいじゃねえよね今のは。違うもしかしたら編集で吹っ飛ばしてるかもしれないけど、ラグで死にました。10位ですほらほら、こっち来んな、ほら来んな、ほらほらほら、全然動じない、最強か頼むよ、俺箱欲しいんだよ。くっさりじゃない、俺もこいつでここで見てよ。よし、ありがてえ、箱が欲しいんだ。ここでさっきのエルプリもうまく誘導しながら戦うことで、実質俺はニタのクマのようなものを手に入れた状態に。あっち行けねえうわ、上行きたくねえ、めちゃくちゃ行きたくねえ。誰かいる？いないよね。よしよし、エルプリもおいで、おいでおいで、よし、おいで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 、はい、オッケー。しかしエルプリモという俺のクマを失ってしまった。
もう一体誰か誰か近接近接ダリル、そういうことする。危ね、ダリルはそうなんだよ、転がってくるからなんだよ。うわあ、うわあ、いけねえ。コルト射程で勝て、逃げろ、やべやべやべ、あれやべあれやべあれやあれはやばい、危ねえ。こっち来てない、こっち来てない、あれあのロボットこっち来てませんか。やめてくれ、頼むか。あ、よかった、よし、悪いな、ダリコ、よし、た逆取りになってもらう。ブルイね、ブルイね、あ、危ねえ。あれ死んだらよかった、これでいった。危ねえ、危ねえ。上のやつが殴りたいんですね。ちょ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 、めちゃくちゃこっち来るじゃん、めちゃくちゃこっち来るじゃん。ブル同士で戦ってくれよ、頼むって。まあでも2位なら悪くね、さっき10位だった分を取り返した。よし、いや僕この iPhone でやってるんですけども、なんか治ったんかね。最近はなんかこうめちゃくちゃラグいっていうのなくなったんですけど、始めた時とかなんかもう携帯版はラグがひどいみたいなことあって、もうないってことは多分なくなったんだろうな。すげえ助かる。そういうことで、タルくれ、タルじゃねえ、タルどっか行け。よし、いやーこっち来るよね、こっち来るよね。ネクスト、あーやばい、始まった時に落ちてる。おいおいおい、本当にこいつスターパワーつけたのかとは思えないぐらい下手くそだぞ、大丈夫か。オッケー、冷静に行こう。シェリちゃんくれ、一個くれ、一個くれ、このこれこれだけください。早く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 、危ねえ。よし、あ、ビビだ、ビビも取り分けしなきゃな、まだ100ポッチだから。余計なことしなきゃよかった。ウルト投げさせて、ウルト投げさせて、やべ、挟まれてる、リーゼントに挟まれてる、やべ、リーゼントにされる、ひっくり返る。うまく当たらんな。その辺シェリーないっすか、その辺シェリーいなかった、大丈夫か。怖え、昔のロボットはシェリーでウルトしまくればなんかめっちゃ後稼げてたけど、今たまんなくなっちゃったからね。うわ、いってなんてことしよう。くぅ、ビビちゃん殴られなきゃ問題ないでしょ。でもおっと、やべ、誰かいる、誰かいる、いたー、いたー。ウルト出なかった。最後ぐらい勝って終わろう。俺こんなにブロス下手くそだったっけ。多分下手くそなんだろうな。よし、大丈夫、今回はちゃんと生き延びることを想定しながらやろうと。調子に乗るからトロが下がると、じわじわと戦いをやろうじゃないかと。おっしゃっ。チャンス、よし。まあ生きらないとは言ってないんで。危ない、あぶね、くれくれくれ、せっけん4は強いぞ、もうできた、お、あぶね、ここ真ん中だ、お、戦争だ。なんかどっかの乱戦になってるところに行きたいな。俺が乱戦になってどうする。よし、毒を当てながら
あいつに売ると試させないから大丈夫と思いたい。やべやべ、敵があれモーティスだった今。ああ苦労だった。7の苦労はいかんて。一旦回復。どうしよう、ウルトでダイブする。こっち来んなよ。危ない。見逃し三振。オッケー、オッケー、奇跡的。よかった、ロボたちいてくれた。残り3人。おし、あーすげー生き延びた。ダリルがワンチャン突っ込んだところを、俺終わった。くっ、よっしゃしゃあ勝てばいいんだ、勝てば1位なんだよ。これもしや上がってない。あーよかったよ。さあ上がったということで、まあ、無事3上がりましたので、上がったらこの企画は成功と。もし取れたかの一つでもなかった場合は、もう僕がもうアホな格好した時の写真とかも貼って無理やりなんとかします。貼ってあったらそういうことだ。ということで、それでは。